こんにちは。ナナプレイチャンネル、リベンザーウォッチ、開封動画編です。今回はケンテックスで発売された M4 ファントムという機体、飛行体をモチーフにした新作数量限定モデルを2本ご紹介させていただきます。ケンテックスは純国産の腕時計メーカーでございまして、品質実力に定評があり、日本で唯一の防衛省本部契約商品として腕時計を展開しております。いわば日本のミリタリーウォッチですね。自衛隊ファン、ミリタリー好きの方には推薦ものではないでしょうか。それでは早速見ていきたいと思います。はい、開封といきたいところなんですけれども、12月発売予定ということもございまして、メーカーであるケンテックスジャパンさんよりサンプルをお貸し出しいただきました。それがこちらです。日本製ミリタリーウォッチ JSDF シリーズから企画された F4 ファントム第301飛行隊モデル S715M11301本限定でございます。ファンの方からしたらこのデザインを見ただけでおーっと伝わるものがあると思うんですけども、せっかくなので概要や背景を触れたいと思います。まずは JSDF シリーズが何ぞやといった話なんですけども、自衛隊の英名であるジャパンセルフディフェンスフォーシーズの略称ですね。防衛省との契約、正式ロゴの提供を受けるなどの信用を獲得しているケンテックスだからこそのシリーズでございます。そんなシリーズより企画されたのが F4 ファントム第301飛行隊モデルなんですけども、企画概要としては1971年より活躍の後、今年2021年に惜しまれつつ前期退役となった F4 ファントム2の活躍を記念して開発されました。それでは本機を見ていきたいと思います。文字盤のですね、バックには航空自衛隊のシンボルマークが採用されておりまして、富士市横には第301飛行隊マークである黄色いスカーフを巻いたカエルが配置されています。デザインに採用することで可愛らしさがありますね。カラーリングからしても機体をモチーフにしているのが伝わります。余談にはなりますが、このカエルには基地付近の名物であるガマの油売りを由来するガマカエルがモチーフにされておりまして、無事に帰るとの意味も込めているそうです。今回の撮影で初めて知ったんですが、こういった背景を知るとよりよく見えてきます。本機の説明に戻しますが、4時1には機体である F4 が強調されておりまして、両親には実際のコックピット内で映し出されている飛行機のデザインが採用されています。いや、細部にまでこだわりが詰め込まれてますね。続きましてベルトにもご注目ください。ベルトカラーは機体をイメージしたカラーリングとなっておりまして、こちらファントムの刻印もございます。尾上には航空自衛隊の略称である JASDF の刻印がされております。素材ですが、ただのナイロンではなくコーデュラが使われております。最近よく目にすることが増えたと思うのですが、高機能な素材として知られており、強度、耐久、軽量に優れているというのが一番の特徴です。ミリタリーウォッチですからね、ベルトも抜かりありません。そして裏蓋ですが、機体、マーク、運用年数、シリアルの刻印がされています。機体に対するリスペクトと限定感があってたまんないですよね。次に着用感を見ていきたいと思います。サイズですが、縦50、横 42.5、厚み 11mm、重さは約 76g です。機能といたしましては記載の通りです。 JSDF シリーズのソーラーモデルは J ソーラーというものを採用しておりまして、太陽光では5時間でフル充電し、全く光のない状態でも6ヶ月間稼働します。戦力水準の光を当てるとわずか数秒で再稼働するクイックスタート機能も搭載しています。ちなみにセンルクスは信号や他社のブレーキランプなどの点灯が目立ち始める時の明るさらしいです。ケースのマットな質感は落ち着きがあっていいですね。続きまして2本目がこちら、 F4 ファントム第302飛行隊モデル S715M12302本限定でございます。こちらのモデルの企画背景といたしましては、先ほどの301飛行隊モデルと同様でございまして、退役となった F4 ファントム2の活躍を記念して開発されました。2本ともモデルは同じとなっておりまして、302飛行隊をモチーフとしたカラーとなっております。他に異なるのはマークと刻印部分ぐらいだと思います。くじ位置横には302飛行隊マークである赤、青、白のトリコロールカラーでの文字回しが配置されております。そして裏蓋には機体、マーク、運用年数、シリアルの刻印がされております。普段は見ない部分にはなりますが、わざわざ外して見惚れてしまいそうですね。それでは最後に着用感を見ていきたいと思います。サイズですが、縦50、横 42.5、厚み 11mm、重さは約 76g です。機能といたしましては記載の通りです。301と同様のモデルなのでサイズ機能に差異はないです。リューズがブルーネイビーとアクセントになっているのもポイントですね。どちらのモデルも派手派手しさはなく、普段の服装からも違和感なく着用いただけると思います。ご予約を受け付けてからありがたいことに続々と受賞いただいておりまして、301本、302本限定と数量が限られておりますので、迷われている方はぜひ検討材料にくださいましたら幸いです。はい、いかがでしたでしょうか。 M4 ファントム2の退役にあたり企画されたケンテックスならではの特別なモデルでございました。機体やパイロットに対するリスペクトや称賛をですね、感じていただけましたでしょうか。
最後にコメントいただけましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。